どうもこんにちは、ナッチでございます。ついに明日からポケモン GO でハロウィンイベントが来ますね。いや僕ね、 GO フェスよりハロウィンのイベントの方が好きまである。本当にポケ GO のねハロウィンイベントは豪華で、まあ、BGM が変わったり、なんか今回はポケストップとかそのマップの雰囲気も変わるみたいですね。非常に楽しみです。以上ナッチでございました。なわけお前の感想だけで終わるなっていうね。はい、すいません、変な茶番をしました。で、今年もパート1とパート2に分かれてまして、パート1ではまずギラティナアナザーが復刻します。ギラティナは1週間経ったらオリジンに変更されるんですけど、その期間メガレイドはずっとジュペッタが出ております。で、このメガジュペッタが初登場で、こいつはどうなんだっていう話なんですけど、無理にやる必要はないのかなっていう、正直ゲンガーで良い。ゲンガーの方が火力は高い。ただエスパーが入ってないんで、そのミュウツーの念力が痛くないとかそういうメリットはありますが、こいつ自体も耐久がないので、正直どっこい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 ですねジュペッタが好きな人、掛け坊主の候補隊がいる人、ゲンガーの候補隊ないよって人はやっていいと思います。で、多くの方がオリジン2年ぶりの復刻ですから、ギラティナ、そっちの方を楽しみにしてるって方がおったと思うんですけど、なんとアナザーはね、専用技のシャドウダイブを引っ提げてきますと。アナザーも熱くなってしまったではないかっていう動画に今日しようと思ったんですが、なんとシャドウダイブの性能こちら、これは悲惨ですねいやー弱ない？これちょっと弱いよ。 GO バトルリーグクソ雑魚の僕が見ても弱いって思えるんで、相当ですよこれ。シールド貫通とかしないんですかねだったら強いと思うんですけど、原作再現で。当初の予定ではギラティナってその細かい技しか持ってなかったんで、大技を1個隠しておくことによって、いわゆるブラフってやつ、ドラクロかと思わしておいてシャドウダイブ飛んできましたとか、シャドウダイブと思ってシールドを張ったな、残念ドラクロでしたっていう、まあそういうね、ちょっといやらしい戦い方ができるようになるんではないか。じゃあアナザーも熱いね、マスターでも使えそうだし、アナザーも頑張ろうって言おうと思ったらこれですよ。いやもちろんね、この後修正される可能性は全然あります。動画撮ってる時点ではこの性能です。まあまだ実装されたわけでもないし、公式が発表したわけでもないんですけど、まあそのね、解析というか内部に入ったデータによるとこんな感じらしいということで、正直アナザーこのまま行くんだったらやらんでもよくねって感じになってますね。まあでも専用技だから持っておくことに越したことはないと思うんですよ。まあその後強化されるってこともありえなくはないので、なんで今後のその交換の弾、まあ、いわゆる01交換とかの弾とかには一応シャドウダイブつけておいた方がいいんじゃないのかなっていう。シャドウダイブついてないんですかそいつってねなっても困るんで、バトルリーグをやる方はある程度装填しておくといいのかなっていう、てな感じで、まあ、もちろんレイドでは使えないんでね、アナザーの方はね。バトルリーグやんないよって方は、こいつは飴集めだけで OK です。飴は共通なんで、オリジンに XL を使いたいって方は1週間無料パスで最大14回ぐらいできますので、結構な数集まりますよね。だいたい4つぐらい落ちるんで、50ぐらいなんで、アナザーの期間も飴集めをしておくといいと思います。話すことなくなっちまったかなああそうか、一応対策というかあれか、何で殴ればいいのかっていういつものあれやっておきますか。まあ、やっぱね、ドラゴンタイプの火力、そして激鱗とかの性能が高いので、火力上位になってくるとドラゴンばっかですね。サザンドラとかダークライですらなかなかランクインはできないという状況になっております。まあドラゴンタイプ目が進化させて、ドラゴン同士殴り合いつつ XL 稼いでいけばいいのかなっていう感じですね。まあこれはオリジンも共通です。ただ火力1位のレックウザは全然復刻してなくて XL がない方が多いと思うので、まあボーマンダだったり無難にディアルガとかでもね全然大丈夫です。まあもちろん悪タイプで殴っても全然大丈夫ですが、2人討伐は多分アナザーの方が結構シビアなんで、2人討伐狙いたいよって方はドラゴンで殴った方がいいと思います。メガ進化の火力的にはゲンガー、あでもゲンガーでもいいのか、ゴーストだもんな相手。ゲンガーでもいいですね。ゲンガーでもいいゲンガーかメガラティかな、まあ、どっちもどっちだけど、ゲンガーの方が火力は出るし、ゲンガーはドラクロに弱点をつかれないっていうあれはありますね。メガ枠はゲンガーでもいいのかもしれません。いや毎度恒例メガ風鈴っていうね、なんかこいつこいつ何なんだよ本当に、毎回入ってくんな。ただメガ風鈴特にね、雨ボーナスをかけれるわけでもないので、今回使う必要はないと思います。でシャドウだとボーマンダ、カイリュウ、そしてマニューラですね。ただボーマンダ海流は原子の力ドラゴンクローが怖くて、マニューラは原子の力が怖いっていう状況になってるんで、まあやはり殺し合い
殴り合い、そして殺し合い。シャドウボミュー2もありですが、こいつも結局ね、陰打ちで弱点疲れてしまいますので、なかなか安定卓は取れませんね。シャドウだったりメガゲンガー、メガラティオスを使う場合は、ちょっと避けを意識しながらやっていくといいと思います。ハロウィン前半はこんな感じです。またオリジンは、オリジンはオリジンで動画撮った方がいいんかな。まあ、あいつはあいつでちょっと話したいことあるし、また1週間後ぐらいにオリジン編の動画も撮りたいと思います。とりあえず、シャドウダイブが強くなることを願って、今回は終わりたいと思います。以上、ナッツでございました。バイバイ。ちょうど動画を撮っているタイミングで、技の消費エネルギーが変更されたようです。90になりましたが、まあ、こっからどこまで下がるかって感じですね。ナイアンティックももしかしたら、もう解析されることは前提で、このユーザーの反応を見て、調整してるのかもしれないですね。まあ、ただシャドウダイブがいくら弱くてもギラティナアナザーが今までより弱くなるわけではないので、使えるぐらいの性能までいったらいいなぐらいで考えておきましょう。